はい、えー、皆様、こんばんは。カープホークス、ノイザーガ46ファンです。本日7月の5日金曜日ですね。本日もですね先ほど終わったばかりのです、ね、試合の振り返りをお伝えしたいと思います。まずはですねセ・ SA、リーグ広島トヨカープですね。えー、今日のです、ね、試合の結果はど,どうだったのか振り返りたいなと思います。 広島投ヨカーバーですね、えーと、今日からですね、バンテリードーム名古屋で、えー、中日とのですね、3連戦ということでね、今日の初戦の試合はどうだったのか、ね、振り返りたいなと思います。で中日の先発投手は高橋宏斗投手と、広島の先発投手は常田投手の投げ合いとなっていたということで、えー、と今日はですね、野、え、間、ー、は、今日の野間、えー、選手はですね、プロ10年目でね、 初のね4番起用した打線はですね高橋宏斗の前に沈黙して、えー、初回や秋山がさ先頭先頭アンダーをまネも,もう2月3塁から、えー、っとカープの得点チャンスにあって続くの間がキャッチャーフライキャッチャーのファールフライに倒れて得点が得点には与えずに得点にはならず5回はですね、えー、2塁スタメン の,果て能の二股が先頭の二塁打を放ちながら得点を奪うことができずに6回は秋山が先頭のファーボールで出塁して続く矢野の打席で2球目スタートを切ったものの矢野のライナーがショートへの正面を突いて併殺となってしまって。 高橋宏斗に対しては今季23イニングの無得点で、えー、と昨年の9月2日の4回から26イニング無得点となったということです一方先発の徳田投手は6回2失点で初回と2回の立ち上がりの失点が痛恨だったということで、えー、と今季ワーストのヒア安ダの10を浴びながら開幕から 14戦連続のクオ,リティクオリティスタートの、えっ、ー、と、自席32かと粘ったものの、えー、3戦目の足踏みで、リーグ最,最,最短に並ぶ8勝目をね、えー、逃したということです。それかけ、広島はですね、今季14度目のね、完封負けをおきして、えー、中日戦ではですね、今季 11, 11回戦、 でえー、6度目の完封負けで、同一カードの0対0の引き分けを含めれば、7度目の無,無得点試合になったということです。で今日はですね、えー、高橋宏斗と手はですね、えーと、9回まで投げてね、今日は、ね、マダックスね、県女ということでね、えー、中日に、えー、カープス中日に6度目の完封負けと。 いうことで今シーズンはですね、ちょっとね、ちょっと相性がね、えー、悪い中でね、ちょっとね、えー、戦っている状態ななっているんですけれども、ここまでね、4試合ね、負け,負け越しがね、えー、ついている中でね、もうこうしてね、今ね、振り返っているので、まあ、えーまあね、今日はね、完封負けしてしまったんですけれども、 えー、明日こそはね、えー、2試合目になると思うのでね、明日こそはね、なんとしてもね、えー、勝っていきたいと思います。えー、それから、えー、っと、明日もですね、えー、バンテリドー名古屋で、えー、っと、12時との戦、2回戦が行われます。というわけで、えー、っと、 なのでまあ明日の先発投手はですねえー、っとえー、っと広島の先発投手が、えー、大瀬良投手ですかねはいえー、っと中日は誰だったかな えー、ちょっとね、ちょっとね、覚えてないのでね、ちょっと覚えてないので、また、あ後でですね、また、ね、コミュニティに、また、えー、明日の3名を、えー、載せますので、どうぞご覧ください。はい、えー、というわけで、まずは、広島東洋カープのチャンネル振り返りをお伝えしました。<coughs> この後はですね、パ・リーグ、福岡ソフトバンホークスのチャンネル振り返りをお伝えしたいと思いますので、一旦ここで終わります。